皆様こんにちは、キースジャガーです。2020年3月13日金曜日12時46分です。こんにちは。ドライブの予習0072番、今回の動画は、今現在阪神高速3号神戸線西向きで走っておりますが、第二神明を通りまして、神戸淡路鳴門道やったっけ、明石海峡大橋渡ります。で、洲本インターの方まで行きますので、よろしくお願いします。右方向です。まず阪神高速3号神戸線西行き、制限速度60キロです。この先ね、若宮のカーブ、カーブが連続して今度上り坂になっていくんですけれども、あの辺りはちょっと50キロに制限速度落ちます。こっからですね、はい、このカメラ、気をつけてください。スピード取り締まりのカメラがありました。若宮の出口、西行き若宮出口、国道2号線須磨のあたりにおります。およそ1キロ先、この若宮のカーブは制限速度50キロです。大変事故が多いのでお気をつけください。この右カーブ終わって次左カーブ、似たようなカーブです。これもまあまあきついカーブなのでご注意ください。で、カーブが終わりますと月見山の出口がございます。右方向です。阪神高速3号神戸線最後の出口、月見山出口です。月見山出口を越えられますと、そこから第二神明の、0キロポスト地点始まります。別料金になりますので、ご注意ください。阪神高速3号神戸線西行き月見山出口です。はい、ここから、第二神明になります。目の前看板見えてきましたね、黄色いやつと並んでるやつ、グリーンのやつもそうなんですけれども、はい、この辺りに0キロポスト、0と書いてありますね、右か真ん中にね。はい、0キロポストです。第二神明始まりました。制限速度50キロです。須磨の、料金所を越えますと制限速度70キロまで上がります。制限速度50キロやけどちょっと遅いね、かなりね。上り坂かなりきついんで、トラックが失速してるんかもしれないですね。40キロぐらいまで落ちました。はい、月見山トンネル、月見山トンネル長さちょっと見えないですね。230m。 月見山トンネル抜けますと料金所まで 800m。0.9 キロポスト、はい、間もなく、第二神明1キロポストです。月見山から1キロほど来ました。この先合流があります、注意してください。この左から上がってくるのは一般道から、住まい入り口ということで上がってまいります。一般道からの合流が左からあります。現在時刻12時50分です。4キロポスト、はい、第二神明須磨料金所、西行きの料金所、左から2つ目のこの ETC レーンがちょうど左車線いい感じに出るんですけどもね、大
イムズの運転結構下手くそやね。もうそこまで落とさなくていいわ。はい、こっから70キロです。タルミパーキングまで1キロ、明石サービスエリアまで16キロとなっております。妙谷のジャンクションまで2キロほど、高倉山トンネル579メーター。100キロの道路なんですが、私の車は80キロ出せません。スペック的には出るんですけれどもね。はい、まずタルミのパーキングエリア、タルミパーキングエリアです。コンビニはセブンイレブンがあったかと思います。この先合流があります。注意してください。妙谷ジャンクションまで1キロ、タルミパーキングの出口合流です。キロポストが 3.5 キロポスト、12時53分になりました。左方向です。妙谷のジャンクションまで 500m、 3.7 キロポスト、制限速度は第2神明70キロとなっております。全区間70キロです。はい、4キロポスト、ここで妙谷ジャンクション、この右側は第二神明本線です。まもなく斜め左方向、ちょっと分岐もややこしいのでご注意ください。この右側は妙谷出口です。第二神明の妙谷インター出口です。はい、左側に取りました。妙谷の出口は出ません。このまままた分岐があります。第二神明の北線と山陽道と神戸淡路鳴門自動車道と3つ分岐があります。およそ1キロ先、分岐を左方向です。その先、分岐を右方向です。ここから制限速度50キロですね。看板見えますでしょうか。右側が第二神明北線へ行く方ですね。まもなく一応第二神明北線行っても途中で降りなければまた第二神明に元に戻りますので、田松の手前あたりで合流します。はい、この左側、山陽道と書いてる方ですね。こちらを進みますと山陽道にも行けるんですが、神戸淡路鳴門自動車道の方に行きます。はい、山陽道徳島と書いてますが、徳島って書いてる方に行きます。はい、ここの分岐ですね。ここの分岐、左側出ていきますと山陽道の方に行きます。淡路島四国方面はこちらの方ですね。今走ってる方です。タルミジャンクションですね。ここはこの先合流があります。注意してください。その先、料金所です。タルミ
ジャンクションから料金所あるんですが、その料金所は結構ね、あの警察が検問をしてたりするんでご注意ください。シートベルトとかあの携帯電話とかね、やめといた方がいいですよ。かなりの確率で警察があのたくさんあのお仕事をされてますので、ノルマ稼ぐために頑張っておりますのでご注意ください。今日はいなさそうですね。おりません。ラッキーです。はい、たるみ第三料金所と書いてますね。第一と第二はどこやっていうことなんですが、わかりません。まもなく合流があります。注意してください。その先合流があります。注意してください。はい、神戸淡路鳴門自動車道入りました。制限速度80キロ、最低速度が50キロになってます。50キロ以下では走らないでください。あんまり見たことないでしょ、その最高速度の規制はよく見かけるかと思いますが、最低速度の方もきっちり書いてございます。多分ね、この明石海峡大橋を渡るときに途中で止めるやつとかがおるんですよね、病気の悪いのが。なので50キロ切らないで走ってくれよっていうのと、止めるなっていう看板も何回か出てくるかと思います。橋の上がね、見晴らしがいいと、景色がいいっていうことで、なんかインスタ映えみたいなことで写真撮ろうとするんですかね。ノロノロ行ったりしたらダメですよ。50キロ切ってはいけないっていうことで、もう明確に看板出てますのでご注意ください。このトンネルも結構長いんですよね。なんていうトンネルやったかな、これちょっと名前忘れましたけれども、長いんですよ。ちょっとカメラで見ても実際に運転してても分かりにくいんですけれども、下り坂になっております。ぼーっと走ってますとスピードものすごく出てしまうんでご注意ください。結構きつい下り坂です。もうアクセル踏まなくて打力でもね、十分走れてます。あと40キロくらいかな、40分弱かかるかなと思います。はい、黄色い看板ありました。ここから上り坂です。今までちょっと下りきつかったんですけども、上り 3% 結構きつい上り坂になりますんで、しっかりアクセル踏んでください。ぼーっと喋りながらとかね、走ってると失速して、もう気がついたら60キロぐらいで走ってるとか、そんなことはやめてください。渋滞とか事故の原因になります。路線バス、高速バスの、バス停ですね。舞子参りました。これが明石海峡大橋になります。淡路まで8キロ、東浦まで13キロとございました。明石海峡大橋3911メートルですね。
眩しいぐらいのお天気でもなく、あの曇りとか雨っていうわけでもなく、ちょうどいい感じのお天気ですね。バスの中から今携帯で撮影してましたね。窓の外、まあ、見えないかこのカメラでもね。運転席で目が合ってしまった感じなんですけど、はい、一応ね、こうやって黄色い看板、駐停車禁止、看板というか、貼り紙というか、駐停車禁止、15キロポスト、これ、左側のね、路側帯、結構広くなってるので、ここに車止めて、ちょっと景色を撮影しようかみたいな。そんなことしたらダメですよ。止めたらいけません。本日3月13日金曜日はどうやら工事しているようですね。ご飯も食べれるし、ガソリンスタンドもあったかな、どうかな。観覧車とかはあるんですよね。あと植物園みたいなのもありますね。かなり広いサービスエリアになってます。レストランもなんかバーベキューのところもあったかな。サービスエリア両方向行き、上り線下り線両方向行き、行き来ができるんですよね。ちょっと珍しい作りになってます。はい、工事中なので、今現在制限速度50キロに制限されました。これは完全に工事の影響です。してないときは制限速度80キロかと思います。はい、工事区間が終わりまして、ここから制限速度80キロに戻ります。18.3 キロポスト、13時04分です。ようこそ淡路島へ。ハイウェイオアシス淡路まで1キロ、そして淡路出口まで1キロ。2キロ先で一番右車線がなくなります。車線が3車線でなくなります。ガソリンスタンドもマークありましたね。19キロポスト、13時05分。観覧車が見えてまいりました。あちらが淡路の、サービスエリアです。ハイウェイオアシスっていうやつですね。淡路島国際公園都市と書いてございます。パーキング出口、同じ出口から行きます。
ち合うタイミングで加速してくるね。センス悪いなバスも。ポスト。この先合流があります。これ淡路の、インターチェンジやサービスエリアから合流してくる車線が左からございます。はい。最低速度50キロ切らないでください。大型と80キロ、一般車は100キロとなっております。珍しいですよね。名神高速とかでも80キロとかの制限やけども。はい、21キロポスト。ここから一番右車線がなくなって絞り込まれます。東浦まで4キロ、北段まで13キロ、徳島まで80キロぐらいだったかな。悪いんだか雨は降らないんですけれども、ちょっと霞んでますよね。霞んだりしてなければ、あの大阪湾の方が見えて、和歌山とか大阪が見えたりするぐらいの眺望があるかと思うんですけれども。22キロポスト、13時07分。右側が工事してんのかな今日は。 22.2 キロポスト。はい、乗用車100キロっていう風な形でお伝えしましたが、工事が始まりますので制限速度80キロにまた戻ります。さっきから思うけれども、大型のバスっていうのは80キロっていう制限守らんのやね。200キロでいいんかな、あの人たちは。まあいいか。はい、東浦まで2キロ、23キロポストです。左側は景色いいんやけどな、カメラもうちょっと左に振った方がいいかなみたいな。35度の守護線と書いてございました。無理やり来るなこいつは。めちゃくちゃ行儀悪いですよね。お亡くなりになったらいいのに。はい、現在工事区間制限速度50キロです。4キロポスト。工事区間終わりまして、ここから80キロと100キロの制限速度にまた戻ります。東浦出口 24.9 キロポスト、25キロポストに東浦出口です。入り口もあるかな。路線バスのバス停もありますね。淡路島多分あの鉄道がないんですよね。多分あんまり詳しくないんで多分と言っておきますが、なのであのすごく細かくあのバス停があって、バスであの移動するような感じじゃないでしょうか。
洲本駅っていうのもあるんですけどもね、あれ何の駅やろ。まあ今から行くんですけどね、そっちの方に。洲本にある駅っていうのも多分鉄道じゃなくてあれバス停やと思うんですけどもね。速度低下注意、上り坂3キロもう上ってるんですけれどもね。私の車これオートクルーズで、ある程度は速度保ってくれるようなことになっております。これオートクルーズも何も使わずに自分の、右足でアクセル調整で走っておられる方はぼーっと走ってて速度落ちないようにご注意ください。80キロぐらいで走ってるかなと思ってふと見たら60キロやったとか、結構そういう運転迷惑なんでおやめください。7キロポストです。北段まで7キロ、津田一宮まで17キロ、徳島まで75キロです。13時12分になりました。抜かれてまた先でバス停で止まってて、ほんともう一回抜かれてとか言って繰り返すんでしょうね。あっちは止まっている、こっちは走り続けている、何回抜かれんねんっていう話ですけどね。まあ、そんだけバス飛ばせるっていうことでいいですね。バスは飛ばせてます。28キロポストです。またここでバス停で止まるか、ね、でこのバス停で止まったこのバスにもう一回抜かれるんですよね。ウサギとカメ的な感じですかね。トンネル429m、 滑舌が試されるトンネルですね。神戸淡路鳴門自動車道、四国の方に向いて走っております。南に向かって走っております。まもなく30キロポスト。きついな下りが。3% ですね、下り。きついですね。川井谷トンネルが 260m。
いですね、下り坂ずっと 3% の下り坂ずっと続いてますね。先ほどまで左手が海でしたが、今度右手に海が出てきました。カメラでは映ってないんですけれども、右側は海です。32.3 キロポスト、13時16分、右側は、海で、そうですね、もっと南の方ですけれども、小豆島とか、ああいった島が見えてくるんじゃないかと思います。3キロポスト、言うてる間にあれですね、あの目の前走ってるあのバス、さっき止まってたやつまた抜かれました。3回目ですね、これね、抜かれるので。室津まで3キロ、もう一個読めんかった、ごめんなさい。北段インターまで 500m ですね。インター出口34キロポスト、13時18分です。34キロポスト、先ほどからあの追いかけっこしておったバスですが、今北段インター降りましたね。この先合流があります、注意してください。北段インターの入り口が 34.7 キロポスト、13時18分です。35キロポスト、中央まで17キロ、洲本まで21キロ、徳島まで67キロとなってございます。室津パーキングエリアです。まもなく右手が海です、左手が山です。多分ここのパーキングはコンビニもあるんですが、あの農産物買えるのかな、玉ねぎとか淡路島の特産のなんか農産物が変えたかもしれません。私のお仕事は休憩取れないので乗ることがほとんどないんですよね。帰り道の方はファミリーマートになってました、ね、この先合流があります、注意してください。こっちもファミリーマートのマークか。80キロも出せないですからね。80キロ
なんですけどね、あの制限速度的には。パーキングエリアから出てきた車が加速途中だったのと上り坂っていうことであれなんですけれども、はい、今抜いた車に抜かれます。車に帰るのにあのパーキング止まるのか、使い道的に使い勝手がいいんかな。ハイウェイオアシスの淡路のあの明石海峡大橋渡ってすぐにあったあのサービスエリア止めてしまうといろんなものがあって大変便利なんですけれども、敷地が広すぎるからトイレしか用事がないねとかいう人はちょっとね、あの歩くの邪魔くさいかなみたいな、駐車場とトイレが遠いなみたいなことになるかもしれないですよね。そういう使い勝手かな、ちょっとよくわかりません。39キロポスト13時22分になりました。ちょっと眩しいぐらいのお天気になってきましたね。ちょっと曇ってるかな、霞んでるかなみたいなことさっき言ってたんですけれども、太陽が差してまいりました。あの辺りから撮影始めて37分ぐらいですね、今ね。洲本インターまであと15キロぐらいありますので、もうあと15分ほどお付き合いください。下り坂 3% 結構きついですね。これだけ下り坂きついっていうことは、帰り道こんだけきつい上り坂っていうことになるんですけどね。の里っていうあの淡路島のお土産でちょっと人気のあるお土産でタコせんべいっていうのがあるんですけど、あれの工場があるんですよ。試食がね結構あの人気ですよね。試食とあのコーヒーと か, なんかお茶とか飲み放題とかな、なんかそんな感じだったと思います。3キロポスト多古せんべいの里は観光バスとかも止まるけれども、まあ
トラックとかもね、あの止められるぐらいの十分な広さがあるので、私もあの仕事中にちょっとタコせんべい買いに行ったことがございます。美味しいんですよね。コーヒーも飲ませていただいて、めちゃくちゃ綺麗な工場なんですよね。トイレもね、あの高級ホテルかっていうぐらい、なんかシャンデリアでも下がってるかっていうぐらい、あの綺麗な高級トイレでしたけどね。妻一宮インター出口です。44キロポスト13時26分です。タコせんべいの里はね、インター出られてすぐの信号を左に曲がって、でもう一回信号あるかな、左に曲がるとございます。もうインター降りて歩いていけるぐらいすぐ近くなんですけどね。高速道路からも見えてるかな、ちょっと木が邪魔でわからない。この先合流があります、注意してください。左に曲がればタコせんべいの里があったりするんですが、右に曲がるとあの伊佐竹神社とか言ってありますね。神社が結構大きな神社なんですが、ちょっとあの歴史を感じない、なんか新しい感じですけどね。はい、45キロポスト津田一宮インター入り口でした。13時27分です。ちょっと観光でね、あの伊佐竹神社行ってみたんですけれども、真新しい感じがしてね、あの古びた感じがなくて、ちょっとあんまり趣がないのかなみたいな。綺麗は綺麗なんですけどね。はい、いろいろ看板見えてまいりました。読み上げましょうか。淡路島中央が6キロ、洲本が10キロ、清談三原が20キロ、徳島が57キロとなってございます。現在46キロポスト13時28分です。淡路島中央っていうのは新しくできました出口になります。出口っていうか、まあ、入り口もあるんですけれども、 ETC 専用です。現金では通れません。島中央何の用事で降りるかなという感じですけどね。結構山ん中なんですよ。まあ、私はあの配達先が、まあ、その最寄りにあったりするから使うんですけどね。また左へと書いてたので、また工事があるんでしょう。制限速度が80キロ100キロやったのもが、ここから80キロに制限されました。1キロ先ぐらいで工事してるかと思われます。長い動画になってきたね。まあ、この神戸淡路鳴門自動車道だけお伝えしてもいいんでしょうけれども、第二神明からお伝えしたっていうのは、まあ、あのジャンクションややこしいというかね、あの分岐分岐で道間違うと全然違う方向行ってしまうんで、まあ、そういう意味もありまして手前からお伝えいたしました。現在動画撮影時間が44分23秒ですね。48キロポストあたりにございました。 48.5 キロポスト現在。
この辺りは右見ても左見ても山です。海は見えません。西から50キロか。50キロポスト超えました。13時32分。別に観光地でもないでしょうから、地元の方とかじゃないと使い道があまりないかもしれませんが、淡路島中央のインター間もなくになります。山道、ね、峠道みたいなところを走って思いっきり田舎屋というイメージしかないんですけどね。51キロポスト超えました。田んぼですね。農村ですね。はい、淡路島中央スマートインターですね。 ETC 専用です。現金の方は通れません。52キロポスト13時33分です。PC 専用です。ご注意ください。はい、間もなく4キロ先ですね。洲本インター目的地となっております。今回の動画は洲本インターまでで終了させていただきますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。帰り道はね、0073番になるかな。帰り道は、おそらく西段三原から乗って帰るかと思います。二軒おろしなんですよね。洲本おろして三原行って帰る感じです。53キロポスト56キロポストあたりで洲本インターになるかと思います。インターを降りると国道28号に直接出たかな、県道やったかな、ちょっと覚えてないですけども、すぐに国道に出れるかと思います。54キロポストですね。看板見えてまいりました。洲本インターまで2キロです。およそ2キロ先、おそらく洲本インターは56キロポストあたりにございます。
55キロポストです。あと1キロぐらいかと思います。およそ1キロ先、左方向、有料道路、出口です。はい、洲本インター1キロの看板出てまいりました。国道28号と書いてございます。55.5 キロポスト、13時36分。まもなく左方向、有料道路、出口です。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。